では今回は座面の装着方法をご説明させていただきます。最初に背もたれ背面から座面裏に回っているカバーを外します。カバーは座面裏にゴムで引っ掛け固定されています。ゴムを座面裏から外すとカバーも一緒に外れます。パーツ番号を確認し、装着するシートカバーを軽く裏返してください。純正シートのラインにシートカバーを合わせてください。そしてシートのラインからずれないようにカバーをかぶせます。しっかりとかぶせることができましたら、背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。その時背もたれの角度を調整して入れ込みやすい位置で行ってください。カバー外側面の生地をシートのプラスチック部分に入れ込みます。入れ込みにくい場合は付属のヘラ等を使用すると作業がしやすくなります。入れ込んだ生地を背面から引き出します。この時サイドエアバッグの配線が通っていますので、配線を固定しているマジックテープを外しカバーの外側に逃がすようにしてください。シートを一番下げた状態でカバー前側についているベルトをシート底から後ろへ通します。この際シートスライドバーと金属バーの上側をベルトが通るようにしてください。先ほど引き出したベルトをバックルに通し固定します。シートカバーのラインを整えれば完成です。それでは2列目座面の装着方法を説明させていただきます。座面を持ち上げながら引き抜くように取り外します。座面を裏返して前後のベルトをすべて固定します。カバー側面から出ている紐を結びます。まず片方の紐で輪を作り、もう片方の紐をその輪に通し引き絞ります。紐は強く引っ張りすぎると切れますのでご注意ください。紐はこのように結びます。座面の金具を背もたれの金具に合わせ座面を入れ込みます。その時シートベルトを座面から取り出してください。座面を押し込んでしっかりと固定してください。これで2列目座面のシートカバーの取り付けが完了しました。